内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。斬新を超えた表現が難しい間取りがあるとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2007年4月地区の鉄筋コンクリート造住2階建て。コメンテーターには通りすがりの方にご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。何なんだ君は。私は今からお昼ご飯なんだ。なんだって？お昼ご飯よりもお腹いっぱいになれるお部屋があるだって？どこだ？見せたまえ。よろしくお願いします。白くスタイリッシュに仕上がる外観、どこかワクワク感醸し出しております。フロントエントランス、メールボックス、宅配ボックスございます。モニター付きオートロック。失礼します。館内でさらに増すワクワク感、こだわりのデザインに仕上がってございます。エレベーターで上階へ参ります。着きました、こちらです。インターホン。それでは今日も元気に。オープンファイア。開放感あふれる玄関土間、個性的すぎる曲線間取り、そして螺旋階段ございます。右側にはオープンファイア。シューズボックスございます。ダイナミックなサイズ感、棚の高さ調節可能で様々なサイズ感に対応可能。失礼します。違う星に来たかのようなワクワク感、探検心がそそられます。こちらは温水洗浄便座、収納スペース完備、身だしなみチェックができるミラー。 Open fire。 清掃行き渡る清潔空間、帰宅時の急なおトイレ、鏡がついているのでお出かけ前のちょっとした身だしなみチェックでも活躍します。こちらはイッツスタイリッシュ。そんなバスルーム、白色のタイルとスケスケで仕上げる空間、輝くミラーにエメラルドグリーンのシンク。オープンファイア。ミラーは開閉可能、ワイドなサイズ感で様々な化粧品を収納可能。コンセントございます。タオルがかけれます。スタイリッシュながらしっかり機能性があります。洗濯機スペースこちらにございます。バスルームはどうでしょうか。こちらも白く輝くスタイリッシュな空間、異国情緒あふれる斬新な質感に仕上げてございます。よりスタイリッシュな入浴タイムが可能、シャワーついており伸びます。広々とした浴槽であなただけの楽しみ方ができます。オープンファイア。給湯器リモコン。シャワー水栓ございます。水しぶきが広範囲に飛び散らないように少し奥まっている印象です。いやいや、見れば見るほど素晴らしいデザイン。これはもう日本ではありませんね。続いてはこちら、なんとも個性的なデザイン、スーパービッグな変形リビングルームでございます。床下にライト、段差をおしゃれに着飾ります。モニター本、テレビアンテナ線、ネット回線接続はこちらから。異空間のようなうねり具合。エアコン完備。ちょっとした段差で作る立体感が広さゆえののっぺりした印象をなくしています。普通に飽きた方にピンポイントアタックなおしゃれさです。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ、シティビュー、抜け感があり最高は最高です。隣はダイニング&キッチンスペース。こちらはかつて口タイプのベランダ、黄昏可能。その他洗濯物もしっかり干せます。作業途中にほっと一息つきたい方に最適スペース。はしごございます。非常出口としても機能するようです。ワクワクドキドキしますが危険ですので非常時以外は使わないでくださいませ。エアコン完備、最高が最高。しかしこの丸みを帯びた空間をいかにうまく使いこなすかが鍵となりそうですね。新しい発想が生まれそうです。キッチンございます。オープンファイア。白くスタイリッシュに決め込んだスーパーワイドなサイズ感、収納スペースはたっぷりです。ガスコンロ3口、作業スペース広々、お魚グリル、食洗機付きのお料理ファイターエキスパートモデル。深型調理器具たくさん入ります。冷蔵庫スペース、給湯器リモコン。いやいや、太陽光も相まってこれは私のお料理心に完全に火をつけますね。美味しいパスタ作っちゃうぞ。螺旋階段が醸し出す既視感。その横にはオープンファイア。収納スペースございます。ハンガーレール付きで衣服にも対応します。作業道具や季節ごとの不要なものに最適スペース。アートのようにこれぞ螺旋階段。
基地感あふれる上階へ参ります。窓から見える空が非常に鮮やかです。エアコン完備、こちらも最高が最高の空間。こちらは、おお。言わせてください、ジャグジーついてます。夜はライトアップされ、ちょっとした富豪気分を味わえます。どうでしょうか、真冬でも対応可能。ジャグジーが好きな方へ一年中ピンポイントアタック。赤い柱がアクセント、まるで SF 映画のワンシーンのような空間。窓から部屋を囲むように光が差し込んでございます。幻想的です。いろいろ見どころありますが、まずはこちらから。バルコニーございます。広々としており、運動もできそうです。こちらは贅沢なサイズ感の洋室、最高も最高です。一人ではスペースが余ってしまう予感。オープンファイア。ウォークインクローゼットございます。個室としても使えてしまうサイズ感。毎日ファッションショーしていただけます。個人的にはマイルームに仕上げたいくらいの広さだな。あなたのセンスが光ります。テレビアンテナ線、ネット回線接続はこちらから。こちらのお部屋もスタンダードに見えつつも、なかなかのクセ強デザイン。網戸だ。景色は抜けており最高です。どこからでも最高の最高を取り入れる、最高のいいとこ取りスタイル。危険ですので、外には出ないでくださいませ。過去一番に変形な間取りですが、こだわり抜かれたデザイン。網戸だ。危険ですので、外には出ないでくださいませ。ダブルロックのこちらは、シークレットな空間、非常階段につながる賛否両論スタイルですが、清掃行き渡り清潔です。その隣にはミニキッチンございます。Open fire. 深型調理器具しっかり入ります。ガスコンロ2口、ミニマムなスペースですが、ご友人にまたは夜中にこっそりちょっとしたおつまみを料理したくなる空間。給湯器リモコン。カウンタースペースでお酒をたしなみながら夜景で胸躍る予感。夏場はジャグジーにそのままダイブインできます。非常ボタンございます。オートロックの解錠もできます。こちらはおトイレございます。温水洗浄便座。 Open fire. 収納スペース完備、ピカピカに仕上がってございます。手洗い水洗付き、ミラーで身だしなみチェックもしていただけます。こちらはバルコニー、お好みでいろいろな場所で衣服を干していただけます。雨上がりでできた水たまりがノスタルジック。こちらは広々とした洋室、ダブルベッドも問題なく設置できるサイズ感。この物件唯一の正方形です。コンセント、謎のリモコンがついていますが、今は使えないようです。エアコン完備。お外の景色は最高ですが、網戸だ。バルコニースペースのような空間ございますが、ここからは外に出ないでくださいませ。オープンファイア。クローゼットございます。2人で利用しても喧嘩になることはなさそうです。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？斬新、個性的、スタイリッシュ、モダン、すべての言葉を凝縮した究極のメゾネット。ただ個性的なだけではなく、快適設備で飽きさせないデザインに仕上がってございました。感動しました。こんなに丸みを帯びた映画のようなテーマパークのような、見たことがありません。今日はご飯を食べずにひたすら妄想してしまいそうです。ありがとうございました。それでは今回はここまで。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。